ワハーン回廊、ワハーン回廊アフガニスタン北東部ワハーン回廊とは、アフガニスタン北東のバダフシャン州に位置する東西に細長く伸びた回廊地帯。ワハーン渓谷、ワハーン回廊とも、かつてはタクラマカン砂漠を通って東西を結ぶシルクロード、いわゆるオアシスの道の一部をなす重要な経路であった。19世紀には、グレートゲームの主要な舞台となる。 1890年にフランシス・ヤング・ハズバンドが南下するロシア帝国のブロニスラフ・グロンブチェフスキー率いるロシア軍兵士にワハーン回廊の母イ軍バズで拘束されそうになる事件が発生し、1891年に英領インド帝国はフンザハン王国とナガルハン王国を相手にフンザナガル戦争を開始した。その結果、新英のアフガニスタンに組み込まれ、 イギリス・ロシア両勢力間の干渉地帯となった。地政学的に極めて重要にもかかわらず、厳しい気象条件、険しい地形など外部から人を寄せ付けない要素が重なり、中央の支配や軍事的な関心が及ばない地域となっている。1970年代のソ連によるアフガニスタン侵攻ソ連撤退後の内戦状態、2000年代の タリバンによる国土支配とその後の内戦などとも無縁のまま和藩人およそ1万2000人とキルギス人遊牧民1,100人ほどの住民は回廊内でひっそりと暮らしている。2018年8月国境を接する中華人民共和国がバダフシャン州に中国人民解放軍の軍事基地を建設しているとする報道が各国メディアでなされ、 中国政府は否定した。翌2019年2月、ワシントンポストがワハーン回廊につながるタジキスタンとアフガニスタンの国境にある中国軍の駐留施設を衛星写真や現地取材をもとに報じるもタジキスタン政府は否定した。パミール高原を東西に貫く、この地域は西を本土とわずかに連絡するタワキタをタジキスタン、東を中華人民共和国、 南をパキスタンに囲まれた東西 200km、南北 15km の強いな高原である。ヒンドゥークシュ山脈を越える南部のパキスタン国境には、ブロゴル峠、カランダル峠、イルシャード峠、ディラサングパスがある。ヒンドゥークシュ山脈を越える東部の中国国境には、世界でも最も標高の高い国境の一つとされるワフジール峠があり、 峠の東西で3時間30分もの時差がある。長らく峠は閉鎖されている状態で数十キロにわたり車両が往来する明瞭な道路は存在しない。2009年初頭アフガニスタンに展開していたナトウ軍は安全な輸送路を確保するために中国に対して国境の解放を求めた。中国側は回答をしないままたしクルガンタジクジチ側から 道路工事の一部を開始したが、最終的に開放には至らなかった。人口は、ソースで、和ヒ族を中心に、キルギス族が少数居住している。雪氷の生息が確認されている。戦火さえ来ない、最果ての地、アフガニスタンの和藩回廊。AFP、2018年3月15日閲覧。クーセラ、ジョシュ、レポート、チャイナビルディングミリタリーベースオンアフガン。 トジックボーダー、ユレジアネット、http コロンスラッシュスラッシュ www.eurasianet.org スラッシュノードスラッシュ866612018年1月8日閲覧。ぜ。ファーガナインフォメーションエージェンシー。 h t t p コロンススララッッシシュュ w w w f e r g a n e w s c o m スラッシュニューススラッシュ277542018年1月8日閲覧。アネジャアトゥール、チャイナツーファンドベースインアフガニスタン。ザヒンドー、http:/www.thindu.com ニュースインターナショナル。 China 2 found base in a f g h a n アーティクル2241-3549イースファーガナニュースエージェンシーハズクエテッドジェンドーラットワジリオブザアフガンディフェンスミニストリーアズセイングザットチャイナウィルプロバイドファイナンシャルサポートツービルドザベースフーズプリサイスロケーションインサイドバタタクシャンインローザンアフガニスタン イズイエットツーザディターミ r m ジェンワジリセットザットザチャイニーズサイドウッドカバーオール、マテリアルテクニカルエクスペンススフォーディスベース、ウェパンリー、ユニフォームズフォーソルジャーズ、ミリタリーエクイプメントエブリシングエルスネセサリー、フォーイツファンクショニング、トクタムーシャブ、ケイマル、チャイナエスミリタリーベースインアフガニスタン。ザ・ディプロマット、https、ザディプロマットドットコム、2018 レイチ、チャイナズミリタリーベースインはアフガニスタン、2018年1月17日、閲覧。チャイナイズヘルピングアフガニスタンセットアップマウンテン、ブリゲードツーファイトテロリズム。サウスチャイナモーニングポスト。2018年8月30日閲覧。インセントラルアジア S、ファービディングハイランズ、エイクワイエットニューカマー、チャイニーズトループス。ワシントンポスト。 2018年8月30日閲覧。NATO が中国に、アフガン国境の解放を要請か。インドメディア。レコードジャイナ。http://www.reco.rdchina.co.jp:/gloop.php。J p p? グラペット =29,1412014 年6月6日。閲覧。 希少な雪表を撮影。アフガンナショナルジオグラフィックニュース2012年6月17日。閲覧。ありがとうございます。